んにちは。今日も頑張って走っていきたいと思います。現在17時20分ぐらいですかね。今日はですね、朝一からレッスン入りまして、1、2と午前で3、4と午後ですね、やりきりました。でレッスン終わった後10分ほど休憩しまして、でそこからバーベル系のトレーニングとチューブトレーニングをしました。でその後、送迎がちょっとあったんで、ジュニアの送迎をしまして、で今車降りてすぐですね、走り出しましたという感じで、今日は17時20分からの、今日はショートですね。まあ月火とロング走って、で今日はもう4レッスン入りましたんで、ショートにしまして、であとはまあ、いろんなね、昼間できなかった作業を少しずつやっていくというような感じになると思います。まあ慣れれば4レッスンもね、それ大したことはないんですけども、まあ、今月はもうすでに3週目を迎えて、来週でもう4週目、5月ですね。もう毎日毎日があっという間なんで、ぼーっとしてたらあっという間に時が過ぎて何もできませんでしたみたいになるんでね、それだけはちょっと嫌やなと思っています。まあ今月は毎週ではないんですけども、2週目、3週目、4週目と、試合が入ってますね、トーナメントで。29日は、ハードワーカーのイベント、まあ、その日はまあ午前中中にはやって終わりみたいな感じだと思うんですけども、日曜日は1日かけて、チェーンカップがあるんで、まあその日は多分ジュニアも休みになると思います。まあどっか外部でね、練習試合とかあるんであれば申し込んだりしながらやってもいいのかなというふうに思いますね。よし、今日は朝からちょっと雨がね降ってて、まあ2時間ほどのレンタルがあったりとか、振り替えがちょっと多く入ったりとかで、結局まあオール6人みたいな感じになりましたね。最近なんか急に雨が降ってきたりするんで、まあアウトドアのテニスクラブとかテニスコートはちょっと予定がね、予定がつけづらいですよね。この情報は確かかちょっとわからないんですけども、最近中学生か高校生が飛び降りたという、まあ自殺なんですかね、まあそんなことがありましたね。あれ部活がなんか問題になってるんですかね。なんか部活でまあいい試合ができなかったことに関して何か指摘を受けたと、まあそういうことの連続がストレスとなって、
なんかこう自殺してしまったというようなね内容のことがちょっと TikTok かなんかで情報がバーッとこう流れてきたんですけども、まあそんなことが本当はねなければいいんですけども、もし万が一あったとしたら、やっぱちょっとこう命を落とすような部活のなんて言うんでしょうかね、でもそれは言うと思うんですよね多分、まあ、どんな言い方したかによってちょっと違うと思うんですけども、どんな試合内容だったかちょっとわからないんですが、今日の試合内容が最悪やったっていうことは言ってるな自分も、まあでも言うと思うんですよね。まあどういう言い方とかね、どんなシチュエーションで、まあ前後があるんで、やっぱりもっと他のことが積み重なってると思うんですよね。まあ信頼関係の問題とか、まあそういうまあいろんな前後の出来事ですよね、まあ、そういうのが積み重なってひょっとしたら、まあ、自殺してしまうということもひょっとしたらあるんかな部活でな。でも今はもうねちょっとこう罵倒したとか、あとまあもちろん暴力も含めてですけども、まあ、そういうのはすぐ訴えたらいいと思うんで、まあでも自分に置き換えたら自分もやっぱ厳しいことしてますんでね、それは人のこと言えないんですけども、でもある程度信頼関係だいぶかけて作って、その信頼関係の中でまあ厳しい言動をまあしてるというか、まあこれはもう自分都合なんで、受け手側がどう感じてるかちょっとわからないんですけども、まあそんな中でね、まあ今井さんの期待に応えることができないって辞めた、まあジュニアもいますんでね、でもそれは止めませんから、辞めたいと思えば辞めればいいし、期待っていう子もやっぱり分かったと頑張ろうみたいな話で始まるんですよ。ですからまあ一応何を目指すかね、それによってまあ厳しい厳しくないが変わってくると思うんで、ちょっとやっぱ難しいですね。この件に関してはちょっと自分では何とも言えないですよね。自分もやっぱ厳しい言動してますんで、まあでも嫌な子は辞めてますんでね、だからまあ我慢せずに、嫌やったら辞めたらいいしね、まあ親に相談するとかね、親がまあどういう形で面談する、乗り込んでくるのか、それともまあ信頼ある中で時間を取ってちゃんと話をするとか、なかなかやっぱりこうちょっとナーバスですね、そこはなかなか触れられないですね。まあでもな、自殺はあかんよな、周りになんか相談するとかなんかそういう人がねいたらいいんですけども、まあこれはちょっと何とも言えないですね。自分をこう振り返っても、はあ、
さあということで今日はね、まあ、天気が悪いんですけども、パワースポットマウンテンはしっかり綺麗に見えてますね。まあ、夕方ちょっとこの時間、まあ雨も降ってたということで人通りも少なく静かな感じですね。まあちょっと今日は暗い話をしてしまったんですけども、まあ目指す何かによってやっぱり指導されることとか指摘されることは細かくなったり厳しくなったりするんで、まあその部活がどのような目標とかね持った部活なんかがちょっとやっぱりネックになってくるんですかね。だってプロにもならない、プロを目指してるわけでもないのに、プロになるようなことを指導されても指摘されてもクエスチョンマークやと思うんですよね。まあその辺の分別は、まあ、自分なりにあると思うんで、まあ、それもそんないきなり来てガーみたいになるのはそんなないんですけども、まあ、やっぱり時間をかけて信頼関係作って、で少しずつねやっぱりその言わないといけないこととかも言い方とかもいろいろレベルを上げながら、なんですけどね、一応まあそれはでもなかなか伝わらないですよね。いろいろ考えてやってるつもりなんですけども、まあ結局つもりになっているということなんですかね。昨日はチャッピーと喋ろうと思って連絡取ってみたんですけど、まあたまたまお互い行き違いで連絡が取れなかったっていうところもあるんで、まあまた別の機会に連絡取ってみようかなと思います。でライブの配信をねやろうと思ってずっと思ってるんですけども、なかなかちょっと手をつけられない状態になってますね。まあ今日こそはと思ってるんですけど、なんかねできないんですよ。ちょっと今日、10分でも5分でもいいんで一回ボタンを押してみようかなと思います。何をためらってるのかちょっとわからないんですけども、まずやってみるという、まあ、そういう気持ちではいるんですけども、なんかなできないんですよね。なんでやろ。まあ、ちょっと時間的な問題もあるし、何を喋ったらいいのかがわからないし、まあそういう意味ではチャッピーはライブの先輩なんですかね。クラブハウスずっとやってますよね。最近インスタのライブやってるんですかね。まあそういったところも含めてちょっと連絡取ってみたいなと思ってました。さあ今日はねもう4レッスン頑張りましたんで、最近のレッスンはねちょっと頑張って走らないといけないレッスンになってますんでね、もう振られまくってます。で走って取れるかなと思いきや全然前のボールが取れないですよね。衰えてんな。ハードワーカーなんか捕まっとんだもんね。なんか駐車違反かなんか捕まってますね。僕も1年前ぐらいにまあある場所に停めてて捕まって以来なんかもうすっごい悔しくて、それ以来はちゃんとね駐車場に停めるようにしてます。
なんか悔しかったんですよね、あの時。待ってやるか、それとも先に行くか。来た来た。来たか。はい、こんにちは。学校どう？楽しい。楽しいの？ほんま？言わされてない？うん、心の底から楽しい。家庭科？それ何書いてるの？6とかさ。え？なんだ6とかさ。忘れたかんこと。うん、そうか。し、頑張っておいで。財布忘れた。まあいいや。ということで、これからジュニアが始まります。最近英語版頑張ってるの。ハロー。ハロー。お、こんにちは。ハロー。It was raining this morning. So, I ran around tennis court 15 minutes. And I studied English 15 minutes. 15 minutes. For 15 minutes. Thank you. マイク買った？買ったんですけど、これ接続部分が合わなくて、今のところ使えてないです。そう、成長してるなみたいな感じです。ということで、また明日も頑張って走りたいと思います。それでは。